あ、谷口さん、いつもお世話になってます。お世話になります。仲代表者、谷口と申します。よろしくお願いいたします。今日はね、はい、ちょっと白と黒を並べてみたんですよ。いいですね。いいでしょ。色違い、色違い、黒と白。黒もいいですけど、白もいいですね、やっぱりね。そうですよね、はい。これは、実は中谷自動車さんの方で中古車で販売済みの車なんですよね、はい。だから中古車の紹介というわけではないんですけども、はい、このプリウスアルファの大体の相場の参考ですか。あ、参考までという形ですね。そうですね、はい。中谷自動車さんでプリウスアルファこの程度の車やったらおいくらぐらいですよというような参考になればいいなと思いまして、はい、で今日はねこうやって並べてみました。もうねいつかやってみたかったんですよ。あ、そうだったんですか。こうやって並べてね、はい、ちょっと見てみたかったんですけどどうですか。なんかちょっといい感じちゃいます。いや、いい感じですね。まあ、エアロックそっちもモデリスタついててかっこいいですよ。こっちも純正でついてますからね、見栄えも最高かなと。ということでこの白いプリウスアルファのちょっと詳細を見ていきたいと思います。はい、じゃあ詳しく見ていきましょう。はい、まずこれグレードは、グレードは、プリウスアルファ S ツーリングセレクションです。で年式は、年式が平成25年の1月モデルとなります。これね結構前に売れちゃってるんですよね、実は。そうなんですよ。で前からね、はい、僕のプリウスと横並びで撮りたいなって言ってたんですけど、はい、やっと機会がありましたんで、はい、満を持しての撮影となっております。はい、で7年落ちの走行距離はどれぐらいでした。その当時は5万5000キロでしたね。5万5000キロ、はい、僕の半分以下じゃないですか。そんな走られてたんですね。そうなんですよ。そうなんですか。はい、これでパッと見た目、はい、すごい綺麗ですよね。綺麗ですね、もうパールホワイトで。ちょっと傷確認ではないんですけど、はい、ざっくりちょっと舐めるようにちょっと撮っていただきましょうか。ただですよ、これねなんか見覚えあるなっていう方おると思うんですけど、実は、はい、あのプリウスアルファなんですよ。板金塗装の動画、はい、あれのプリウスアルファなんで。ここですね、はい、ここはもう言ったら皿ですよね。新品ですよ。新品に変えてます。もう傷も全くない、はい、ただ言うたら修復歴はありとなっております。はい、ここちょっと重要ですよね、はい、やっぱりそれで値段が変わってきますから、はい、そこはねちゃんと言うとかんとあかんポイントなんですけど、はい、ここ修復歴はあります。あります。ただあの見ていただいたようにここ結構削れてましたけど、はい、車体本体までは影響はなかったんですよね。全くないです。ここの見た目だけですよね。見た目だけです。言うたらこれが綺麗になってると、はい、お得じゃないですか。全然得だと思います。ここまで綺麗になったら修復歴ありでも僕は全然大丈夫かなと。そうですよね、まあ、それをあんまり気にしない方やったら全然お得じゃないかなと。でちょっとねカメラマンさん寄ってみてください。もうつなぎ目分かりませんよね。どこで切ったんかさっぱり分からへんと思うんですよ。ただここはそのままなんですよね。そこはここはそのままです、はいはい、これはもう納得いただいた上でお買い上げ、はい、まあ、もちろんねこれ綺麗にしよう思ったらできますけどちょっとお値段も上がるし、はい、で相談していただいた時にここはこのままでいいからちょっと値段あれしてよっていう感じだったんですよね。はい、そういう感じの中古車になってます、はい、じゃあちょっと後ろの方も行きます。まあ、この辺はねちょっとねもしかしたらあこれちょっと傷もついてます。これ汚れ傷ですね、はい、ちょっとした傷ですね、はい、まあ、ちょっとした小傷がついてる、はい、そんな中古車になっております。はい、あちょっとこの辺も傷はありますけど、あります。タッチペンでこれももちろんね直そう思ったら直せるんですけど、はい、まあ、今のオーナーさんの希望というか、はい、お値段のいろんな、はい、ありますし、もう余計に傷がついてから修理の方がっていうのもあったんで。あ、なるほどなるほど、はい、そういったあれもあったんですね。ありました。だからこれは傷がついたままの現状でお渡しした感じになっております。はい、あ見てください、これこれ S ツーリングのあれですよね。そうなんですよ、ね、僕のとちょっと違いますね。はい、プロジェクター2つついてます。ついてますね、はい、これめっちゃいいですね。で綺麗ですよね、7年経ってるにしたら。そうですね、そこまで日焼けしてるようなこともないかなと。まあ、年数なりのものかなと。これあれですよね、あの、はい、販売の時に磨いてお渡ししたんですよね。軽く磨きました。軽く磨きがっちりとはまだ磨いてないですけども、がっちりとは磨いてないけど、はい、軽く磨いてのお渡し、はい、でもねこんだけ綺麗かったら全然いいかなと。僕だいぶくすんでますからね。確かにくすんでましたね。なんとかしてくださいよ
またご紹介いたします。わかりました。、はい、じゃあ、まあ、ヘッドライトもこれだけ綺麗な、はい、このプリウスアルファ、じゃあちょっと中行っときましょうか。はい、やっぱり内装がね7年経ってるとね。はい、じゃあちょっとこんな感じ。これあれですよね、合皮のシートカバーとなります。シートカバーついてますね。これはあの、まあ、外品というか前のオーナーさんがつけた形になりますね。はい、ちょっとへたってますね。やっぱ7年経ってると ね、はい、これでもね、はい、もうこれ気に食わんかったら、はい、取っちゃったらいいんですよね。取ったらもう元のもうほぼ新品のシートが、そうですよね、見えます。気に食わんかったら、はい、これ取っちゃうと皿のシートが出てくると、はい、なっておりますので、これね取るもよし、はい、このまま乗るもよし、はい、なんですけど、もちろんこれは今の現在のオーナーさんはつけたままに、つけたままで、はい、販売しております。はい、あとはどうですか、中でナビついてますね。はい、もともと販売してた時は7インチのナビがついてたんですよ。7年前の当時のナビが。なるほど、7年前の7インチのナビはついてました。はい、ついてましたけど、今のオーナーさんがナビを変えたいということで8インチのナビに変更しております。めっちゃいいじゃないですか。はい、もちろん中谷さんで取り付けいたしました。こうたんですよね。はい、これどこのやつですか。これはあのパイオニアの、カロッツエリアのナビとなりますね。はい、これは中谷さんのところで後で買った、はい、ただ7インチの7年前のナビはついてましたと。ついてました。で ETC ついてますけど、この ETC はもともとです。これはついてます。はい、ETC はついたお値段、ついたお値段です。セットアップもしております。もちろんしてます。はい、あとはどうですか。こんなもんですか。ちょっと見ます、まあ、ボツは乗られてますので、はい、そうなんですよ。大体わかるかなと思うんですけど、はいはいはい、でも綺麗ですよね。はい、あれちょっと待って、LED のルームランプついてません。これは多分前のオーナーさんが付け替えたかなと。これはそのままです。今のオーナーさんが付けたんではないですか。違います。はい、じゃあこれはもともとついてた。もともとついてました。これちょっとどこのか分かりませんけど、これ僕欲しいんですよ。あ、そうですか。はい、だいぶ明るさ変わりますからね。そうなんで、僕ね前からこれ欲しいなと思ってたんですよ。はい、じゃあ僕も真似してこれ付けたいと思います。ぜひぜひ。ちょっと話戻しますと、はい、この中古車の販売の時にはちょっとどこのか分からへんけどもついてましたと。ついてました。そういったお車になっておりますね。はい、じゃあ気になるお値段なんですけども、これおいくらで販売したんですか。修復をした状態で、車両本体88万税込みです。安い。はい、これ安いですよね。本来修復しなかったら100万超える車だったんですよ。修復歴がない車やったら100万円は優に超えてたであろう。はい、ただちょっと修復歴があるということで、はい、若干お値段下がってますけど、ただ気にしない人は逆に綺麗になってますから。そうなんですよ。ええんちゃうかなと僕は思いますよね。はい、あの車体がね、なっていってるぐらいの事故車であったら、はい、ちょっとあれかなと思いますけど、はい、まあ、言うたらちょっと当てたぐらいでしょ。です。そうです。あの自損事故しただけなんで、誰かにガンとぶつけられたような傷ではないので、だからもう本当ね、修復が気にならない方は、はい、ちょっと、お買い物やったんじゃないかなと思います。はい、まあ、あと当社で直してるからより安心して乗っていただく、それが一番の売りでございます。お安くもなってると。はい、お安くもなってます。実は当社、まあ、あの販売を中古車をメインではそこまでやってなくて、まあ、あのお客様から下取ったお車を早く別のユーザーさんに乗っていただくためにお安く提供しておりますので、相場よりかは絶対に安いと思います。中古車をメインで扱ってるんではないから、はい、早く次のお客様に乗っていただきたいと。はい、だからお値段はギリギリまで安くできる。安くしてます。言い換えたらあれですよね、これで利益を出そうというわけではなく、はい、あんまりないですね。この後ですよね。はい、言ったらね、後のお付き合いをうち大事にしておりますので。なるほど。はい、ということでね、今回はちょっとね、もう販売済みのプリウスアルファの紹介やったんですけども、はい、参考までに、まあ、大体これぐらいの程度のプリウスアルファやったらおいくらぐらいですよというような紹介の動画でした。はい、ちょっと最後にまとめますね。最後に、言いますと、こちらのプリウスアルファグレード S ツーリングセレクションで平成25年式、距離が5万5000キロで、車検があれですよね。そうなんですよ。 1年以上残って、はい、残ってました。販売当時ね。はい、それで、車両本体が88万円税込みとなります。はい、これはもうあくまでも参考なんですけども、はい、中谷さんのところだったらこれぐらいのお値段で
販売っていう、はい、紹介でした。はい、であとこちらなんですけども、まあ、今回車検が残っていたんですけども、うちできっちりと整備したお車で販売しております。でまた任意保険も取り扱いしておりますので、その時はまたご相談してください。あとですね、動画を見ていただいた方には素敵な特典を用意していただいていると聞いております。はい、それね、ちょっとこの辺に、こちらの方に貼っておきますので、はい、あとはこの動画の概要欄に詳しく書いておきますので、はい、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。はい、ということで今日はこのプリウスアルファ、白いプリウスアルファの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。